すごいこう考えながら、まあ、3年間働いて、でも人生一度きりだし、子供から直接お金もらわずに教育を届ける方法、教育って私も子供が主役だと思ってるんですよね、絶対そこは間違っちゃいけない。東京ドームでイベント2つやりたいことがあって、それは人生の中で、まあ、挑戦っていうか私のやりたいこととして思っていることです。こんにちは、群馬クリエイターズビジョンナビゲーターの健城です。今回のゲストはチャンネル登録者数185万人の教育系 YouTuber ハイチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイチさんは教育系 YouTuber の草分け的存在として、はい、すごく皆さんに知られているところだと思うんですけれども、はい、ハイチさんがまず教育系 YouTuber を目指されたきっかけについて教えていただければと思います。はい、きっかけはですね、もともと東京学芸大学っていうところを卒業して教員免許も取ったんですよね。で、教師になると思ってずっと在学してたんですけど、ちょっとこう実習の時の話とか、先輩とのいろんな話とかがあって、ストレートに教員になるのをやめたんですよ、はい、で最初に、営業マンをやっていて、でちょっとドクターストップかかってしまって、塾講師に転職して、でその後にまあ YouTuber って今流れなんですけど、はい、塾講師やってる時にこう勤めてみて初めてこう月謝事情を知ったんですね、はい、私自身が、学習塾行ったことがないんですよ、はい、なので勤めて月謝を知って、でその月謝の関係でやっぱり塾に通えないご家庭って思った以上に多いんですよね。でやっぱり子供が頑張りたい、親御さんも応援したいと思ってるけども、やっぱお金の関係でそこがネックになってしまうっていう状況を見てきて、うん、でやっぱりいろんな人にこう相談するんですけど、でも仕方ないじゃないですか、所得格差っていうのは。でも仕方ないで済ませたらこのまま何も変わんないよなっていうのをすごいこう考えながら、まあ、3年間働いて、でも人生一度きりだし、子供から直接お金もらわずに教育を届ける方法思いついてなかったんですけど、きっと何かあるだろうと思ってまず辞めたんですよ、塾を、うん、でそこから半年ぐらい経った後かな、当時たまたま自分が YouTube を見てて、あれってここに授業動画投稿したら子供たちが自分の意思だけで見ることができるじゃんってなんか思いついた日があって、でその翌日に1本目を投稿して気づいたら今今年でもう11年目になってたっていうのが、まあ、スタートからの流れに、そうだったんですね、はい、なります。いやー、まず先生を目指されてっていうところから始まって、はい、で営業職を一回挟まれたっていうことですね。そうですそうです。あー、すごいですね。そこから塾講師に入って、はい、で YouTuber になられたっていうところで、はい、いやー本当に思いついて すぐに行動されるっていうその行動力が素晴らしいなと思います。この多分伝え方をするとすごい話と行動力ある人だって思われるかもしれないんですけど、うん、実は私多分真逆の性格で石橋を叩きすぎて渡らなくなる性格なんですよ。そう自覚してて、なんか例えば健城さんも新しくやりたいことがなんかパッて思いつくじゃないですか、はい、でも人って考え出すとできない理由とか、うん、やらない理由っていくらでも思いつくと思いません？確かにそうですね、本当にそうです。YouTube 見つけた時まさしくそれで、これ考え出したら絶対やらなくなると思ったんですよ。もう自信があってそこに。だからじゃあまずもう一歩目投稿しよう、うん、なので思いついた時に知り合いに、ホワイトボードを持ってる家をしてたので、はい、すぐ電話して貸してくださいって言って、車で2時間ぐらいかけて取りに行って、で組み立ててもう勢いで取ったっていう。もう退路を断った感じで。あー、なるほど。YouTuber になられたハイチさんなんですけれども、はい、授業動画以外にも、はい、ラジオだったりライブ配信、自習室だったりだとか、はい、そういったいろいろなアイデアをすごく思いつかれてると思うんですけれども、はい、そういったアイデアを思いつく瞬間やきっかけについてお話を伺えればと思うんですが。そうですね。なんかそんな、なんかアイデアが豊富にやってきてはないですけど、なんかラジオで言うと、その元々は授業動画を上げてる人間なんですよね、はい、だったので、まあ、子どもたちから見ても授業をしてくれる人っていうニュアンスで、まあ、受け取ってもらってたんですけど、なんかそれを続けていくうちに授業をしてる人って、まあ、例えば真面目で、しかも無料でやってるから、はい、いい人でっていう、そのいいイメージがつきすぎていってるのか感じたんですよね。で
長く活動したかったんですよね、はい、活動したくて。でもそれをいい人っていう面って人間その多面的に映った時にいい人って輝きすぎちゃって他の面が消えるっていうイメージがあるんです、うん、いい人っていうイメージがつくと他の部分が見えなくなっていく。でクリエイターとして多面性がないのってすごく動きづらくなると思うんですよ、うん、いい人ってイメージがもう完全に確立してしまうとちょっとおふざけしたものを例えばやってみた時にそこまで行ってなければあこんなとこもしてくれるの面白いで済んだところが、うん、え失望したみたいないい人だと思ってたのにこんなふざけたことするのっていう風に映る可能性がやっぱり感じていて、なのでラジオで例えば自分の過去のいじめを受けてた経験だったりとか、私の妹が障害者なんですけど、はい、今でいうヤングケアラーだったんですね、はい、そういった経験とかも、まあ、いろんな面を持ってる過去に大きな失恋をした話とかも全部含めて、そういうのも全部伝えていくとその授業をしている人なんだけどハイチはこういう人なんだっていう子どもたちとの距離感が変わると思っていて、でその自分のこと喋れる場としてラジオを始めたっていうのがまず一つです。で今その自習室ってねあのワード出していただいたんですけど、はい、ちょっと今少しあの回数減らしちゃったんですが、はい、その YouTube って生放送の機能があるので、はい、そこで自分も仕事したり勉強する1時間勉強するから一緒に勉強しようぜっていうのを、まあ、自習室っていう名前をつけて活動してるんですけど、はい、それはもううちのユーザーの子供たちからもリクエストがあって、うん、でそれで最初は断ってたんですけどいや自分なんかがやってるの見たってどうしようもないでしょうと思ったんですけど、うん、まあ、たくさん声をいただいたのでやってみたら思った以上にこう参加してくれる子が多くて、あ子供たちの役に立てるならやってみようかなってことでちょっと始めてみたっていうのが、まあそういった、まあ、いろんなことをやってるきっかけにはなります。そういったいろんなところも、はい、心がけというか、はい、考えながらやっているっていうようなイメージがあるんですけれども、はい、やっぱりハイチさんが大事に心がけていらっしゃるのは動画を見ていらっしゃる子どもさんのことっていうことなんですね。ああ、そうですね、YouTube 活動始める前からですけど、はい、まあ、一応教育携わっていて、教育って私も子どもが主役だと思ってるんですよね、絶対そこは間違っちゃいけない私の中の答えですけど、だから子どもたちにとって有益かどうかとか子どもたちにとってそのプラスになるか背中を押すことができるのかっていう、だからその主語が急に子どもになるっていうものだと思っているので、 YouTube の活動をしていく上でも子どもたちにとってどういう影響を与えられるかっていうのはすごく大事にしているところだと思います。いやー、なるほど、ありがとうございます、ね、いやー、子どもさんのことを考えて、ね、はい、いろんな企画を考えたり授業動画をされているっていういやすごいなと思うんですけど、はい、授業動画についても結構初期の方と今の方って結構、はい、ハイさん変わってきていると思うんですけど、あそのあたりのお話も聞かせてもらってもしていくものみたいなイメージだったので一から書きながら授業するのを投稿してました。そうですね、学校の先生とかもゼロから、ね、そのイメージですね。ただその自分を撮ったものを見返した時に自分が中学生の時これ見たいかって思ったら、うん、見たいとは思えなかったんですよね、うん、いやそれでじゃあなんでそう思えないのかどうしたらいいのかっていうのをいろいろ考えた末に今は先にホワイトボードに問題も全部書いてあってそれに、穴埋めをしたりとか解くスタイルでやってるんですけど、そうすると間ができないんですよ、問題を書く間ができない。だからこのいいペースで子どもたちが見ることができるので、まあ、そういった意味で最初に問題を書く形っていうのは途中から変化させていったところだとは思います。なるほど、そういった経緯で変わっていったっていう感じなんですね。そうです、そうです。いや確かにそうですよね。動画見させていただいたんですけれども、はい、間を埋めていくっていう形にしているっていうのと、はい、あとあまり編集が挟まっていないっていう風な工夫もされているっていう風にお伺いしたんですけれども、はい、そうです。授業動画は編集を今は入れてなくって、まあ、入れてないというかピンマイクは使っているので、はい、映像と、音を編集ソフトで合わせるとか明るさ調整とかはもちろんしてるんですけど、うん、そのカット編集は、はい、授業動画は入らないようにしています。 でもこれは初期からのこだわりで言うと、子どもたちが映像で見る授業もリアルで受けている授業のように血の通ったものであってほしい。映像を通すと当然無機質になっていくので、さらにそこにカット編集が入るとどんどん無機質になっていってしまう気がするんですよね。それがすごくこだわりでやってたんですけど、でもまあこれだけ YouTube だったりとか映像には子どもたちはすごいこう近い存在になってなので目が肥えてるんですよ、うん、逆に
カット編集が入ってたりとか、まあ、テロップを たくさん入れてやポイントを表示した方がきっと今の子には分かりやすい気もしてます。でもなんか、まあ、若干昭和の人間なので古臭いかもしれないですけどそのカット編集がないなんかホワイトボードの足に書きながらぶつける時とかあるんですよ。小指をいてみたいなのとかもそれもリアルだと思ってて、それ込みでなんか子供たちのに届くというか、うん、授業が自分のスタイルな気がするのでカット編集はしてない感じですね。あ、なるほど。そういったあの生のその授業を届けるっていうような意図があるっていうことなんですね。そうですね。そこはもうこだわりというか、はい、いや素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ハイさんがこれから挑戦したいことについてぜひお話を伺えればと思います。はい、挑戦したいこと、そうですね、挑戦したいことっていうと主に2つあって思ってることは、まあ、1個としてはその YouTube で学ぶっていう、つまり勉強ってもともとお金をかけるものっていうのが、まあ、イコールだったと思うんですよ。まあ、例えば塾に行くのもお金かかりますし通信教育もかかるって、でそれはそれで絶対必要なことなんですけど、はい、でも無料のコンテンツでも学ぶことができるっていう選択肢をやっぱり日本で広めていきたいんですよね。当然10年前に比べれば知っていただいた方は多くなりましたし、今社会人の方でもその教科書の勉強じゃなくて、例えばじゃあ Excel の使い方とかも多分 YouTube で検索する人多いと思うんです、はい、でもそれをもっと多くの方に選択肢に持ってもらうのはミッションだと思ってるんですよ自分の。でそれは一つあるんですけど、でもそれ以外の部分で言うと、まず、東京ドームでイベントをするっていう。そう、東京ドームですか。そうなんです。これね、いろんなところで言いまくってるんですけど、はい、東京ドームでイベント2つやりたいことがあって、はい、まず1個は自習室をやりたいんですよ。これはですね、まあ、東京ドームで子どもたちに自習をさせたいっていう、ただそれだけ。すごいですね。そう、これはですね、いやでもちょっと想像してほしいんですけど、はい、じゃあ、あるご家庭で、お子さんとお母さんがいますと。お子さんが夏休みにちょっと勉強してくるって言いました。親として、どこでしてくるのって聞くじゃないですか、はい、東京ドーム、えってなるじゃないですか。びっくりします。一生のネタになると思って、この会話が。だし、あの東京ドームの芝生のところに机を置いてみんなで勉強した経験をもしできたら、それもずっと多分その方の中できっとお子さんにも語り継いでいけるし、プラスの経験になると思うんですよね。なのでそれを一個したい。すごいですね。でもう一個は東京ドームで卒業式をしたいっていうのがあって、でこれはまあ今でもそうですけど、コロナで当たり前だった卒業式ができてない子たちが、まあ、ずっと今3年ぐらいいるんですよね、はい、歌が歌えない、親が呼べないとか、あとは短縮になってるっていう、そうじゃなくて、まあ、コロナが収束して思いっきりマスクを外して声が出せるようになった時に、その対象の、まあ、まだちょっと伸びそうなので、まあ、4学年か5学年かわからないですけど、その子たちを希望者集めて何万人の子たちで一緒に卒業式ができたらめちゃめちゃ素敵だよなって思ってて、それは人生の中で、まあ、挑戦というか私のやりたいこととして思っていることです。 YouTube チャンネルで言うと、はい、学校の先生を巻き込みたいっていうのはちょっとあって、はい、なんか学校の先生と一緒に動画を作るというか、例えばイベントをやるでもいいと思うんですけど、なんか先生って自分のことを話す場がないと思ってるんですよね、はい、先生ってもちろんね授業する方ですけど、当然私と同じでいろんな人間味があるわけですよ。例えばゲーム大好きな先生って普通にいますし、めちゃめちゃあのアイドルに詳しい先生とかもいるし、そういった人間味の部分をもうちょっとこう出せる場が欲しいなって思ったんですね。でそれを例えばじゃあ私は YouTube チャンネルである先生に出てもらって、まあ、こんな感じで話をすると、え、先生ゲームめっちゃ好きなんですか、すごいですねそのスコアみたいな話ができて、それを見てる子どもたち同じゲームしてたら、あの先生やばくねみたいな、超できんじゃんっていう風に距離感が変わると思うんですよ、その子にとって。でもちろんこの先生は見てるこの子の先生ではないですけど、この子があれうちの担任ももしかしたらこういうとこあんのかなって思えたら、なんか子供と先生の距離感って変わっていく気がして、その距離感が変わることはきっと先生にとっても子供たちにとってもプラスになる気がしてるんですよね。なのでなんか先生の魅力というか人間味みたいなところを発信する場として自分のチャンネルがうまく使えたらなっていうのは一個のチャレンジとしてこれからやっていきたいなとは思ってます。いや
素晴らしいですね。伝説先生。いや、私もそういう先生のことを知れる機会があったら、はい、すごく楽しかっただろうなと思ったので。そうですね。ぜひ、はい、そういったのも作っていっていただきたいなというふうに、はい、頑張ります。思います。すごく楽しみです。はい。ありがとうございます。はい。クリエイターを目指されるお子さんもきっと多いと思うんですけども、うん、そういったお子さんや若い方へのメッセージ、はい、ぜひ、ハイさんの方からお願いしたいなと思います。はい。私なんかはね、メッセージってあれですけど、なんかでも YouTube で言うと、私なんか最近のこう YouTube 見ていて、コンビニよりも専門店が強いっていう印象がすごく強いんですね。どういうことかっていうと、うん、コンビニっていうのはいろんなもの、商品が置いてあるじゃないですか。はい、例えば、まあ、今で言うとトップクリエイターのヒカキンさんだったりとか、まあ、はじめ社長さんとか、彼らはいろんなことをやりますよね。はい、ヒカキンさんイコールこれって多分イコールでないと思うんですよ。いろんなことをされているので、はじめさんもそうなんですが、これ多分コンビニのちょっと形式だと思うんですね。はい、まあ、エンタメの方にありがちなのはあるんですが、そこに今からその地位に行くのってかなり難しいと思うんです。相当劣等者なのでもう。でも、例えば一つの、例えばアニメ。とかにめちゃめちゃ特化して詳しい、まあ、つまり専門店みたいな形のものがこれからはやっぱり参入しやすいと思うんですね。でもちろんこうクリエイターになろうと思ってる子がみんながみんないろんなものに興味を絶対持ってるとはわからないですけど、でも今好きなことだったりとか興味を持っていること、例えばゲームとかって、まあ、ご家族の中ではそんなやるなよとかやめなさいよってなるものかもしれないですけど、突き抜けるとやっぱそれって武器になると思うんです。だからただただ時間つぶしにゲームをするってやるぐらいだったら、もうちょっと突き抜けてめっちゃ強くなる、めっちゃ上手くなる、本気で練習するんだぞぐらいな気持ちでやれると、それが将来活かせるかどうか置いといてですけど、活かせるチャンスは増えると思うんですよね。なんかゲームでもアニメでも何でも本気で取り組んだものってきっと自分の武器になると思うので、なんかそこは将来につながるかどうかっていうのは一回置いといて、自分の興味関心っていうのをすごく大事にして生活を送ってほしいなっていうのはすごく思ってますね。いや、ありがとうございます、はい、いやすごいですね。これからはやっぱりコンビニよりも専門店でこう突き抜けていった方が、まあ、強いかなとは思います。ありがとうございます。私の話だったと思います。では最後にですね、はい、告知情報ということで、ハイチさん最近5本を出版されたということで、ぜひそちらの情報をいただければ。いいんですか？ありがとうございます。ぜひお願いします。そう、最近ですよ、中高生の、悩みが軽くなるヒントを集めましたっていう、はい、なやかるってなんかちょっとハッシュタグつけてやってるやつなんですけど、実際子どもたちから今悩み相談っていうのはずっと答えていて、それも結構もう8年ぐらいずっと続けてるんですけど、そういういろんなよく来る悩み相談っていうのをこうギュッと詰めて、でそれに、まあ、一問一答みたいな感じで答えるっていう本を出版したので、ご興味ある方はぜひ書店さんとかで探してみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。では、ハイさんに今日はたくさんいろんなお話をいただいたんですけれども、はい、ハイさん今日番組に出演してみて、はい、感想いかがでしたでしょうか？楽しかったです。まずはで、なんかこういった場に呼んでいただける、でやっぱりクリエイターってまあいろんなこう分野があると思うんですけど、教育って言うてもマイナーだと思うんです、まだ。はい、でも、まあ、マイナーだからこそ、さっきもね、興味あることを突き抜けてやってってねって話をしたんですけど、私も教育が好き、子供が好きってものを突き抜けたら今ここに座ることができてる人間なんですね。別に他に取り柄なんて全然ないですし、なので、やっぱりこう、自分が発した言葉を一応体現してきたとは思っているので、なんかそれをこの場所で見てくださってる皆さんに伝えることができたので、本当ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。皆さんいかがでしたでしょうか？私はですね、今日ハイチさんにお話を聞いて、子どもたちへの思いですとか教育への情熱といった、その情熱が行動力に結びついているのが本当にクリエイティブな生き方をされていて素晴らしいなというふうに感じました。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。